ここんんににちちは、はののです日本全国増税ファンの皆様こんにちは、まあこんなねスタートで動画を撮っているんですが今日はね萩生田光一政調会長にちょっとねお電話を差し上げたいと思いますまあ正確には八王子の事務所なんですけどもというのはね私まあ広島でずっとねこの岸田さんを応援していて今岸田総理になってよし岸田政権だと思ったところがあるんですよ全面的にはないですけどね でもそうなった時に当面与党は自民党これは変わらないじゃないですかだったらベストな自民党の中の派閥を応援したいわけですよとなるとね岸田総理広島で演説ぶっていた時のそのままの姿でまさに国民の聞く力をね吸い上げて実際にその通りに国民に寄り添った政策をしてくれるのかなと思ったらなんと財務省中心もう検討検討ばっかりで 検討した結果は財務省からの予算要求そのまま右から左ですよということでね今自民党の中は大きく2つに分かれています政調会長の萩生田さんこの萩生田さんを後押しする西田昌司、えー、これはね京都の府議会議員から上がってきたあの西田昌司チャンネルのね例の積極財政派 MMT、えー、本当にプッシュプッシュですけどもね こちらの方が萩生田さんと組んで、今50兆円の補正予算を要求しようとしてるんですよ。で、その会議の途中で、岸田総理からね、電話がかかってきて、補正予算26兆でいいかなみたいなね。そんな連絡があったというふうに、耳をちょっとね、汚したんですよ。おい、待て待てと。50兆円の補正予算を国民のために組もうとしてるのに、財務省のキツキツの26兆円ポッチの補正予算で、やってないかみたいな感じでね、萩生田、 あ政調会長は怒りに任せて、まあ、やったるでみたいな感じで今日もね、燃えてるわけですよ。それこそね、その、萩生田政調会長を中心とした積極財政会議の中で、西田昌司議員もガンと立ち上がって、何をやっとるんじゃんみたいな感じでね、紛糾したということで、私は広島の岸田総理をね、応援する気持ちはあったけども、ちょっともう、そうじゃないと。当面、 自民党が政権を取るんだったら、とにかく、積極財政派の西田正司議員、そして萩生田政調会長、このね、チームを応援したいぞと。しまいには岸田卸もやってくれと言わんばかりの電話をしてみようかと思います。まあ、穏やかにね、今回は萩生田政調会長、応援してますと。補正予算をもぎ取ってくださいという電話でございます。はい。 じゃあスピーカーオンはい。どうでしょうかねはい、萩生美将ですおはようございますおはようございます私、広島で岸田総理を応援していたものなんですけども、はい、今回ですね、萩生田小一政調会長にちょっと応援の声をお送りしたいと思いましてお忙しい中すみませんけども連絡をさせてもらいました、はい、このまま手短に済ませさせてもらいます、はい、ただ一言、補正予算を ぜひ、もぎ取ってくださいと。その思いを伝えたくて電話させてもらいました。以上です。はい、いすはい。電話を取っていただきまして、ありがとうございました。はい、どうも、失礼します。はい、えー。ということでね、国民の声は届けました。50兆円の補正予算。ぜひね、それが40兆かもしれない、45兆かもしれない、30兆かもしれないけども、財務省よりの26兆円ポッチで、国民の生活は守れません。ね、聞くところによるとね、 安倍総理はお亡くなりになる前に国民の皆様の電気代を全部ね国が肩代わりするってことはできないかっていうことでお話ししてくださってたみたいなんですよそうすると試算するとどのぐらいになるのかわかりませんけども国民の電気代全部を肩代わりですよ皆さん電気代に2000円だとかポイントだとかつけるみたいな岸田総理のねへにゃくし者な アンはどっか飛んじゃうでしょ、ね、エネルギー価格高騰で国民の生活は苦しい今こそ財政出動で救うべきだというふうに安倍総理も結局萩生田さんそれから世耕さんプラス西田昌司さんのように積極財政を進めようとしているわけなんですよ、まあ、安倍総理はねその途上で命を落とされたということでこれなんかの陰謀じゃないかなというふうに私はねここから都市伝説を作り出していきたいなと思うわけなんですけども。 それにしてもね、まあ安倍総理にはいろんな側面がありました。私も結構ね、動画で攻めてきた部分がありますけども、と同時にですね、ここはすごいねと、功績を称えることもしてきたはずなんですよ。特に国防に関して、日本対世界の国に対してはものすごい力を発揮したのが安倍外交ですよ。まあ、その分、ちょっと国民に対しては辛かったんじゃないのみたいなところありますんで、そこはね、ちょっとね、追及させてもらいたいところですけども。でも今、こうして振り返ってみると、 安倍総理の政治によって痛みはあった。だけども、それ以上の痛みがんとか防いでくれたのかなというふうに今は解釈したいところでございます。そして安倍総理の残した安倍派の遺産として、財産としてね、萩生田さん、世耕さんが、そして西田昌司議員が、この先頭に立ってね、国民の暮らしを守るために戦っていただければ、当面は補正予算、50兆円、このぐらいの規模でね、 一発ガーととぶちかままししてほいいなと思います特に前回の市場介入日銀の為替介入によって利益を上げてるわけですから、ね、これをちょっと国民のために使いましょうや、ね、しまいには岸田総理ちょっと変わってもらってもいいと思いますよどうでしょうかね萩生田総理もしくは世耕総理いきなりそれはないかうんでもなんとかね私たち国民に寄り添った政治の 舵取りのできる方をリーダーにしていたいなとちょっと岸田総理ではうんちょっと役不足だったかなと思ってるところでございますそれではありがとうございました